ジェイソン・ジェイ・グールドは、アメリカ合衆国の資本家であり、アメリカの指導的鉄道開発家、また陶器家でもあった。長い間典型的な泥棒男爵と祖しられてきた。ウエスタニュニオン電信会社を支配したような、建設投資が再評価されている。グールドは、ニューヨーク州、ロックスベリーで、ジョン・バー・グールドとメアリー・ムーア・グールド夫妻の息子として生まれた。父は、 イギリス人の血を引いており、母はスコットランド人の子孫だった。グールドはホバートアカデミーで学んだが、16歳の時に退学し、父の金物賞の手伝いを始めた。その後も独学で勉強を続け、測量や数学に強くなった。後にはニューヨーク州西部で製材業や川なめ事業で働き、さらには、 ペンシルベニア州ストラウズバーグで銀行業に関わるようになった。1855年のジェイグールド・グールドは1863年にヘレン・デー・ミラーと結婚し、次の6人の子供が生まれた。グールドとジェームズ・フィスクがタマニーホールに関わるようになったのは同じ時期だった。彼らはタマニーの領収だったウィリアム・エム・トウィードをエリー鉄道の社長にし、トウィードはその見返りに、 彼らに有利な法律を手配した。トビードとグールドは1869年にトマス・ナストの成人風刺漫画の題材にされた。1871年10月、トビードが100万ドルの保釈金を積んだ時、グールドが主保証人になった。1869年8月、グールドとフィスクは金価格の上昇が、 西部の農夫の売りたい小麦価格を上昇させ、東部のパン原料輸送量を増やし、エリー鉄道の入家量増加につながることを期待して、市場開始目のために金を買い始めた。この期間、グールドは、ユリシーズ・グラント大統領の議定、アベルコービンとの接触を利用して、大統領とその国務長官、ホレスポーターへの影響力行使を図った。 この金等期が1869年9月24日の暗黒の金曜日といわれる強行まで上り詰め、20ドル金貨表面価格に対する割増率は62%から35%まで下がった。グールドはこの捜査で名目利益を得たが、その後の訴訟でそれを失った。この金返し目で、 市場を意のままに上下させることができる全能の人間として、新聞界における、グールドの評判ができた。グールドの残りの人生で、新聞記者が他では説明できない、市場展開の大半を、グールドのせいにすることになった。1873年、グールドは、移民用の土地を物色していたキャンベル氏族のいとこ、ゴードン・ゴードン教からの海外投資を得ることで、 エリー鉄道を支配しようとした。グールドはゴードン・ゴードンに株式で10万ドルの賄賂を送った。しかし、ゴードン・ゴードンは詐欺師であり、すぐにその株を現金に変えた。グールドはゴードン・ゴードンを告発し、その裁判は1873年3月に行われた。ゴードン・ゴードンは法廷でヨーロッパの有力者の名前を出して召喚を請求し、 その紹介が行われる間に保釈を認められた。ゴードン・ゴードンはこの機会を利用してカナダに逃亡し、そこで当局を彼に対する告発は嘘だと説得した。グールドはカナダ当局にゴードン・ゴードン引き渡しを要求して、失敗した後、後にミネソタ州知事になった者二人と合衆国会議員になった者三人を含む仲間たちとゴードン・ゴードンの誘拐を試みた。 この集団は成功したが、アメリカ合衆国に戻る前に、王立カナダ騎馬警察に止められ逮捕された。誘拐実行者たちは監獄に入れられ、保釈も拒否された。これがアメリカとカナダの間の国際問題になった。誘拐実行者たちが保釈されないことを知った、ミネソタ州知事ホレス・オースティンは、その帰還を要求し、周辺に即応体制を取らせた。 多くのミネソタ囚人が全軍でのカナダ侵攻を志願した。しかし、交渉によって、カナダ当局は誘拐実行者たちを保釈で解放した。この出来事全体のために、グールドはエリー鉄道支配の可能性を失った。J グールドのプルマン会社の客車アトランタ現在は、テキサス州ジェファーソンで保管。プルマン社の株式は、ジョージ・ピーボディが保有し、 多くの財産を築いた。1879年、グールドは、ユニオンパシフィック鉄道や、ミズーリーパシフィック鉄道を含み西部の鉄道4社を支配した。彼は、こうして、中西部の鉄道システムを作り上げることを始めた。同1879年、インターナショナルオーシャン電信会社の支配権を掌握した。 1880年には1万マイルの鉄道を支配し、これは当時のアメリカ合衆国全体の鉄道路線のほぼ9分の1となり、グールドは1882年までにその15%を支配するようになった。1881年以降はニューヨーク市の高架鉄道も手に入れた。グールドは1833年に連邦政府に対する負債で、 政治的論争の過中にあった、ユニオンパシフィックの管理から撤退し、それで大きな利順を得た。グールドはまた、ウエスタンユニオン電信会社を支配するようになった。そして、ウエスタンユニオンのために一最初に取得した、インターナショナルオーシャン電信会社を99年の、期限付きで借り受け、にアメリカンユニオン電信会社と、同社を通して、その、 カナダの持ち株会社を取得できるよう取り計らった。すなわち、ウェスタンユニオンのシステムは、物理的に、大西洋横断電信ケーブルと結合され、さらに金融的にも、カナダの通信システムと結合された。1883年12月12日、コマーシャルケーブル会社が創設され、グールドによる、電信、ケーブル付設の独占を打ち破った。 1868年から1888年の期間に、グールドは合衆国最大の鉄道財務運営会社の多くに関係を持った。1886年サウスウェスト鉄道大ストライキの間にはストヤブリを雇った。労働組合活動家によれば、当時グールドは、私なら、労働階級の半分を雇って、残り半分を殺すこともできると言ったと言われている。 ウッドローン墓地にあるグールド病グールドは1892年12月2日に結核で死にニューヨーク市ブロンクス区のウッドローン墓地に埋葬されたその資産は控えめに見積もっても課税対象額で7200万ドルはあった1870年代から事前事業に寄付していたものの全財産をその家族に残したその死の時グールドはニューヨーク州 ロックスベリーの改革派協会、現在は J. グールド記念改革派協会の再建の講演者だった。その家族病はアイルランドのフランシス・オハラが設計した。グールドの病には外部からそれとわかる表示はない。デュークタバコのタバコカード、グールドが鉄道、株式及び電信に関わっていることを示している。グールドの生きた時代及びその後の一世紀、グールドは 泥棒男爵と呼ばれる19世紀アメリカの実業家の中でも最も無切想なものとしての評判が固まっていた。グールドは何度もその競争相手に自分が負けたと信じさせ、その後に法律や契約上の抜け道を生じさせて事態を完全に反転させ自分の利益につなげた。株式捜査やインサイダー取引で資本を蓄積することや、 敵対的乗っ取りの実行あるいは防衛に罪の意識を感じなかった。その結果、当時の実業家はグールドを信用せず、彼がその事業に入ってくると、しばしば不別の心を表した。それでも、ジョン・ロック・フェラーはこれまであったものの中でも最もスキルの高い実業家として、グールドの名前を挙げた。ニューヨーク市の新聞は、 電気作家が事実だとして渡したグールドに関する多くの噂を掲載した。例えば、グールドが川舐め仕業での取引でその共同経営者、チャールズ・ループを自殺に追いやったというようなことである。実際のループは、今なら精神科医が双極性障害の兆候と、診断する層とうつの兆しがあり、その家族は、事業の取引ではなくこの病気が、 ループの死に関わったことを知っていた。これら電気作家は、グールドが事業から金を引き出し、事業を改善することには、興味のない寄生虫のようなものとして、グールドを描いた。グールドはその名前や詳細、さらには大きな花のゆえに、しばしばユダヤ人ではないかと疑われ、反ユダヤ主義の風刺漫画に描かれた。しかし、グールドは、 長老派協会,会員として生まれており、米国聖公会員と結婚した。モールクラインやエドワードルネハンのようなごく最近の電気作家は、一時資料に多くの注意を払って、グールドの経歴を再生させた。彼らは、以前の資料では、作り事が事実をしばしば圧倒していると結論付けた。ウィキクオートには、ジェイ・グールドに関する意味多くがあります。ウィキソースには、 ジェイグールドの原文があります。ウィキメディアコモンズには、ジェイグールドに関するメディアがあります。ありがとうございます。